はい、こんにちは。昨日のクリスマスイブにルイーズ・ジョーンズさんが前半タロット、中盤水晶玉、そして後半またタロットカードで占う2023年の動画を出していました。元動画へのリンクはディスクリプションに貼っておきます。早速内容に行きます。まずはトランプに何が起きるのか。今の状況を表すのがソードの10。彼にとっては良くないですね。ペンタクルのクイーン、位の高い人、そしてウサギは春を示します。クリスマス前に型がつくことはありませんが、イースターの月2月くらいまでにはニュースが出ます。次のカードは太陽のカード。民主党が喜ぶようです。最近自分のこともトランプのこともそっとしておいてくれと声明を出したマイク・ペンスについて、1枚目のカードはロッドの2。ペンスが何か発言するのか、または何かが出てきます。新年には法廷裁判があって、それはテレビで放映され、マイク・ペンスも何か発言を求められることになります。マイク・ペンスも共和党なのに変ですね。次のカードはエンペラー。彼が言うことでトランプが守られることになりそうです。今回のことには大きなツイストがあります。トランプたちはタックスやお金のことで追いかけられますが、1月6日のことで誰が何を言ったのかということでも大変になりそうです。ペンタクルの4。やはりお金のことで追及されますね。彼が刑務所に行くとは思いませんが、お金のことで追及されます。会計の記録がめちゃくちゃです。違法ではないけれど、物事を移動している、例えば名前が変えられたりとか、とても賢い方法で行われています。資金のことでゴルフコースの一つに強く引き寄せられます。隠蔽に使われた大企業が浮上してきます。ロッドのキング、トランプは嬉しそうには見えないですね。カップの9の逆位置、彼は何かを失うでしょう。逮捕もあり得るように感じます。もしも逮捕があるとしたら、ものすごく突然起きて、その様子は放送され騒がれることになるでしょう。頭に布がかけられて歩いているのが見え、逮捕されるのは3人です。次に出たのは愚者のカード。これは彼が守られているということを意味します。何らかの力に彼は守られているのです。トランプはマトリックスを破壊するものであって、ガイアを修復するものではありません。どの人も古い傷とか先祖の傷を癒しており、中には地球での使命を持ってここに来ている人もいます。ソードの5。今から5ヶ月の間にバカバカしいことがたくさん出てくるでしょう。来年の5月までには衝撃的な大きなことが出てきます。ハンター・バイデンについて、決して出てくることのないものがあると感じます。月のカードは嘘とか策略を意味しますね。ラップトップからは何も出てこないのが見えます。カップの5、十分な証拠が出てこないでしょう。本当に出てくるのであれば、ウィリアム・バーが就任中に出てくるべきだったのです。ソードの4、死んで埋められているのが見えます。サイキックとしても証拠は出てこないと思います。共和党内の女性が関連しているのが見えます。ペンタクルのページ、これまで何度も見えていますが、キャンダス・オーウェンが前に出てきて発表を行うようです。ペンタクルの9、民主党の女性、将来を牽引する可能性がある女性が出てくるのが見えます。このカードからはリズ・チェーニーが見えるのですが、変ですね。彼女は共和党です。いずれ彼女が共和党から離脱しても驚かないでしょう。3月から5月にかけてドナルド・トランプの運命にねじれが生じるのが見えます。税金に関してトランプは有罪になりそうですが、それが実現しない場合、
リズ・チェーニーは共和党から離れるでしょう。戦車のカード、ずいぶん前から見えていることですが、古いシステムの崩壊、コミュニケーションの分断があるでしょう。さらにこのカードには陰と陽が描かれています。上の方にある星からもわかるのは、宇宙がすべてを解決しバランスが訪れるということです。私のガイドたちが見せてくれているのは新しい共和国です。それが新しい共和党を意味するのか、共和党内で変化があって分裂が生じるのかは分かりませんが、これは去年から見えていたことです。ガイドたちは新しい共和国と言っています。ここで見える数字をいくつかお伝えします。注釈なんですが、ルイズさん、ここからは水晶玉を使い始めました。12、15、16、7、19、21、アメリカ合衆国の前途は大きく枝分かれしています。これは政治に関すること、その他にも関係があります。米ドル、数字の10というのも見えます。レインボーフラッグ、新しい理解、解釈、ニューヨークで踊る人々が見えます。2024年にダンス、カーニバル、これは次の選挙の頃で、LGBTQ に関連して道で人々が踊っているのが見えます。ハワイが見えます。あの辺りにはたくさんの島がありますね。他の島で問題が起きます。船に人々が閉じ込められている様子、避難民、人々が水の中で困っている様子が見えます。この人たちは他の国から来た人たちのようで、抗議も起きそうです。今、すべての人が試されています。私たちは自分がするべきことをしに来たエネルギー、波動、パペットです。癒したり、教えたり、世界を変えたり、教えを説いたり、発明したり、創造するためにやってきています。一方で、破壊する使命を持ってやってきている人たちもいます。魂が若くてまだ学んでいる最中の人たちもいます。今回の覚醒によって人類に大きな分断が発生しました。覚醒は人によって異なっていて、みんなそれぞれ違うレベルにいます。使命も異なるし、政治や宗教についての考え方も異なります。覚醒によって自分の使命や真実が分かるだけでなく、他との違いも分かるようになります。今私たちが経験しているのは、壊れたマトリクスだけでなく、大きな分断、それを修復するのに必要なのは人々の声です。去年、新しい地球のボランティアや新しいサイキック、新しいヒーラー、新しい真実の探求者、ライトワーカーたちの話をしましたよね。ダウンロードがあって、2025年以降は言論の自由が探求されます。停電が見えます。イギリスでは電力が切れるようなので備えてください。中東で何らかの大きな出来事が発生するのが見えます。イラン出身の男性に関する大きなニュースが出てきます。私が言うことはジグゾーパズルのように当てはまっていきます。未来はオーストラリアというのが今見えています。ただし、切り替えは人によって異なるということを覚えておいてください。イギリスでの抗議の行進、デモ行進が見えます。クリスマスから新年の最初の2週間にかけて、議会から出される大きな発表が心配です。変化は早い方がいいでしょう。人々が大騒ぎしているのが見えます。選挙または署名、サインがはっきりと見えます。水不足もやってきます。お店で買うミネラルウォーターの類が不足するのかもしれません。将来はアフリカが世界を引っ張ることになります。南アフリカ、ナイジェリア、アフリカのいろいろな場所で貿易が変わります。ドルが壊れ、ポンドが変化します。で、注釈ですが、ここからまたタロットカードに戻りました。ガタガタした後、
新しいシステム、新しい橋が世界的に構築されます。ソードの8が意味するのは、それぞれの使命が異なることを受け止める必要があるということです。目隠しされている人がいるのは仕方のないことなのです。ロッドの4、人々がそれぞれ自分の内面に取り組んだ後に天国がやってきます。舞台裏では古いシステムが壊れ、新しいシステムが構築されています。ネサラゲサラについて質問してくる人たちがいます。私は個人的には信じていません。財産、所有物を諦めてみんなで共有するような世界にはなりません。人々は財産を保有し続けます。貿易が変わってアフリカが重要な役割を果たすようになります。プラスチックが食品業界や食肉の心配に大きな影響を与えます。私たちの中には他の種族が混ざっていて、彼らは科学者、サイキック、ヒーラー、真実を語りたい人々に情報をダウンロードしています。私たちはもっと大きな世界、集合体の一部として世界を変えるためにここにいるのです。星のカードが出ているので、私たちは最終的には大丈夫です。しかし残念なことに腐敗があるので、変化が生じるとゴキブリたちがそわそわします。ペンタクルの8、すべては金に関わっています。若い世代が新しい考えを牽引し、食品業界が変わります。昆虫食を強いられるような話がありますが、そんなのは馬鹿げています。肉の中には何が入っているのか、水の中には何が入っているのか、プラスチックやホルモンが入っていて、がんなどの病気の原因となっていることを学ぶのが必要です。新しい規制が敷かれることになります。プラスチックは政治よりももっともっと大きな変化を遂げます。これはずいぶん前から見えていることです。変化があるときには地球外生物が入ってきやすくなります。彼らが入ってくる前に、いかに彼らのようになるかというのが重要です。現実は私たちが考えているのとは異なります。エイリアンは私たちの中に混ざっていて、私たちはハイブリッドなのです。私たちはここに連れてこられたと信じています。人類が進化して大量のスターシードやアースエンジェルたちが生まれており、彼らが新しい地球を作り、地球の破滅を防ぎます。ソードのナイト、これはデサンティス。他の若い女性が出てくるのも見えるのですが、デサンティスが勝つ可能性が高いでしょう。タイムラインはいくつもありますが、共和党は強い候補者が必要で、デサンティスが出馬すれば大統領になることもできるでしょう。アメリカを変えるには女性が必要です。ホワイトハウスに女性が立つ日は来ます。これについての予測は変えません。トランプが再選されたとしても5分と持たないくらいの短命でしょう。彼に何かが起きる心配もあります。ロットの6、髪の色の黒い男性が見えます。この人の方がトランプよりも共和党、民主党と寄り添って調整することができるでしょう。トランプは変化を起こす人です。彼には副大統領としてホワイトハウスに戻る選択肢もあるのですが、彼のエゴ、自尊心がそれを良しとするかは分かりません。トランプとデサンティスが一緒に出馬することは民主党にとっては大変恐ろしいことですね。ただ私はこれが実現するとも思いません。カップのキング、これはバイデンですね。彼はとても疲れています。もしもバイデンとデサンティスが出馬したら、デサンティスが勝つでしょう。ソードのクイーン、ジャンヌ・ダルクのような感じです。ソードの光、彼女は光の戦士です。彼女は青の側の人ですね。ここで強調しますが、修復回復のためには変化が必要なのです。トランプについてもう一度カードを引いてみましょう。大きな運命のねじれ、タックスのことで追い詰められますが、
エンプレス、皇后と節制のカード、彼は守られています。マジシャンのカード、正しい側も間違っている側もありません。同じコインの両面だからです。死です。死のカード、彼に何かがあるのかもしれない。とても心配です。ただし刑務所は見えません。カップのクイーン、アメリカだけではなく世界中で女性のエネルギーを強く感じます。イギリスでは赤い側でとても強い女性が出現するようです。スコットランドではニコラス・スタージェンに 何らかの変化、シン・フェインにまつわる大きなニュースがあり、オーストラリアでは女性が先頭に立つでしょう。これらのことは数年先のことかもしれません。カナダについて質問する人がいます。長くはないと感じます。出たカードは運命の輪、舞台裏では光と闇が戦っています。プーチンについて、ロッドの9、これがプーチンです。よく似ていますね。巫女のカード、女性が何かを発表するでしょう。カップの10、燃料や電気が戻ってくるようウクライナの人々や動物に神の恵みを送ります。ロッドの7、病気で彼が去るのはあっという間です。この獣には頭がたくさんついていて、すべてはお金と金に関わっています。カップの4、プーチンを取り巻く状況は変わってしまって、3人ではなく2人の男性によって大きく挫折することになります。ロシアは挫折の後、若いリーダーのもと再起します。出たカードはペンタクルの10、プーチンは内部のものに取り除かれることになり、新しい若いリーダーが出てきます。ペンタクルの2、2日以内または2週間、2ヶ月以内の爆破または水に関するニュースに注意。これは島のようです。ニューヨークにも強く惹かれます。電気が消える様子、停電で発生する問題に備えてください。ソードのエース、光り輝いています。きっと大丈夫ですよ。このマトリックスは何層もある逆さまの世界です。新しい理解が出てきます。新年に向かってジューシーになります。自然に身を任せ、自分の内面に向き合ってください。直感に従ってください。今回使ったデックはニューヨークのデックスハンソンのデックでした、ということです。以上です。おまけです。なんか途中ジャンヌ・ダルクって出てきたじゃないですか。ジャンヌ・ダルクって最後死ぬよねってちょっと思いました。で、今日はですね、アメリカ時間でクリスマスです。でもうね、家族、うち鶏肉嫌いなので家族に嫌がられながらターキーを焼いています。ハムよりはターキーの方がマシなんだそうです。で、せめて味を変えたらどうかなと思って、今回はレモン風味にしています。あとはパンプキンパイ、それと味がそれと被るヤムポテトのキャセロールです。楽ちんなグリーンビーンズの炒め物、あとはどうしましょう、マッシュドポテトを作りましょうか。最後に告知です。ディスクリプションに日本時間大晦日23時半頃から、もうコロのところ強調大晦日23時半頃から始まる YouTube では流さない Zoom での行く年来る年パート1と、それ40分で終わってしまうので乗り換えるためのパート2のリンクを貼っておきます。コミュニティの方でも貼ります。というわけで Stay safe, stay healthy.